っぱり俺にはわからない決まりばかりの世の中じゃ仏がいつも水を差す我慢するのが礼儀でしょう鬼が好みをそそのかすお先にどうぞ遠慮なくああ完璧だけその口うたげうたげが始まんでいいもったいねえや一度きり好きなものだけ食べなはれどっちをめくりゃ良いものか白い札か黒い札か一丁かけるとしましょうか死ぬも生きるも紙一重お釈迦が雲の糸垂らす遅くはないわおいでなさい地獄の声が耳を打つ踏み外すのも悪くないああまさかにやこの宴宴宴